プロポーズです。お願いします。ありがとうございます。あの、はい、タイムレスの新メンバーオーディションであれ面白いですよね。面白いですね、あれね。あとセクシーゾーンのね、そうそうそう、新メンバーオーディションのやつ、あれ、はいはい、受け答えがね、本当面白いですね。いろんな人いてね。でもあの中には、こう家がすごい貧乏で、こう家族を養うためにオーディションを受けにした人も多いと思うんですよね。おバカお前、そんなやついねえよお前。え、大体薄っぺらやつがね参加してんだよお前。薄っぺらい、簡単に女の子にチヤホヤされたいからみたいなそういうやつがいっぱいね出て、それを楽しむような番組なんだよ。その感じだと、多分タイムレスの新メンバーになれないと思う。なれねえよ。あのちょっと気持ち分かった方がいいですね、もっと。いや、はい、いいよ気持ち分かった方がいい。どうせなれねえからちょっと一回やってみましょうか。いいよやんなくて、はい、僕あのタイムレスのあのいや菊池風磨やるんで。菊池風磨、菊池も俺がやるんで。無理だよお前。あなたはこう純粋にこう家が貧乏で家族を養いたいからオーディション参加来た美少年お願いします。見てらんねえよお前。お願いしますね、はい、菊池風磨と美少年、まあ、あのまあ質疑応答とかだけなんでそれっぽく答えてください。いやそれっぽくとかじゃなくて無理だろ。まあ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 とかじゃなくて再現できる。まあ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 じゃねえ、なんで自信ありげなんだよ。わかんないことだったら何でも聞いて。うるせえこの野郎ああここがタイムレスのオーディションか、緊張してきたな。あの人は、どうも菊池風磨です。菊池風磨だ、すげえ後ろめっちゃハゲてる、すげえハゲてんじゃん菊池風磨。早速オーディション始めようか。あ、じゃあ君から。あ、はい、技師15歳です。若いね。はい、じゃあ、なんでオーディション受けに来たの？実家が貧乏で、ご飯食べられなくて、常にお腹空かしてて、お母さんに腹いっぱいね、ご飯を食べさせてあげたいんです。ああ、そうなんだ、はい、じゃあ次は、ダンス審査行こっか。ダンス審査？ダンス審査ね、質疑応答だけって言ってました。俺たちあのデビュー曲のセクシーゾーンに合わせてあの自分なりに踊ってみて。セクシーゾーン、いや、質疑応答だけって言ってたじゃん。ダンスなんて踊りだすよ僕。3、2、1。地球はいつでも回ってる、195カ国の夢を乗せながら、マイルドも地球の裏側じゃワイルドになるよ、時代を作ろうセクシーゾーン。君、貧乏な割に太ってるね。ドアホお前今そこじゃねえだろ言うとこお前おい今引っかかんなよ。気づいちゃって。貧乏なのにデブなことを。太ってるからさ、ちょっと。散々いろいろやらせといて。あ、そうですか。今言うなよ、お前。今ダメですかね。話とちげえじゃん。あ、じゃあ分かりました、もう。次はじゃあ最終審査行きましょう。いいよ、すませんね、この。最終審査ね。最終審査。いや、俺があの、オーディション裏で操ってる、闇落ちした命やるんで。闇落ちした命？はい。それ、あの、命が悪魔のささやきしてくるんで、それを、それっぽくかっこよく返してください。いいよ、いろいろ考えちゃうだろ、ね、闇落ちした命。まあ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 。まあまあとかじゃねえんだよ。まあ、とりあえずなんかの、ボックスの練習でもしといて。雑すぎんだろ。ああボックスって難しいな、全然踏めねえ。どうもー。ああ、あなたは命さん。どうも、かっこいいですね命さん。君すごい逸材らしいじゃん。え、聞いてるよ。嬉しい、僕命さんに憧れてアイドル目指そうと思ったんです。命さんに褒めてもらえて嬉しいです、ありがとうございます。命さん、綺麗事はやめようや。命さん、どうしたんですか命さん。腹割って話しましょうや。命さん、え、命さんですか。オタクもさ、オタク、俺たち顔がいいやつはちょっとでも女の子に優しくしたらキャーキャー寄ってくるんだからさ、分かってんねえそんなこと。最低すぎますよ命さん。ねえ、ねえじゃないですよ。女なんて金づるだから。最低すぎる。金づるよあれ。命さんやめてください。ね、これ以上現実させないでしょ。やめてください、やめてください命さん。俺についてきたら楽に金づる作る方を教えてやるよ。お言葉ですけど命さん、僕は女の子を金づるなんて一度も見たことありません。女の子は僕たちが心から笑顔にさせたい、そんな存在じゃないですか。彼女たちはね、僕たちにとってもはや恋人たちなんですよ。
恋人たちを金づるなんて。猪瀬さん、あなたは昔はそんな人じゃなかったさ。思い出してください、 V6 時代のことを。また彼女たちを心から笑顔にさせましょうよ。合格。え、今までのは全部嘘。嘘。君の覚悟を確かめたんだよ。ドッキリってことですか。これが最終審査さ。え、君の覚悟確かめられてよかった。あ、猪瀬さん、よかった猪瀬さん。でも君の覚悟を見たら、タイメスの新メンバーじゃもったいないな。君をセンターにしたグループを作ろう。僕をセンターに。もう名前は決まってるんだ。え、名前何ですか。名前は、はい、トリプルデブダヌキの赤金玉だ。ドアホ。トリプルデブダヌキの赤金玉かよ。おい、赤金玉、赤金玉じゃねえこの野郎。え、青金玉この野郎。3人いるんですけどね。3人いるか知らねえよお前。金玉です、ピッツヤーこしょ、ね、センターですから。なんだってめえ、この野郎。ダメです。どこがタイムレスなんだよ。あ、そうですかね。ってことね、こんな。じゃあ次はさ、あの闇落ちした東山やるわ。ターゲ、どうもありがとうございました。